で輸出、裁きの末、無知、巨人の斧、守りの指輪を売却。売却したお金で、水属性を吸収するサンゴの指輪を購入します。調合用に、聖水8つ、毒消し6つを購入。サンタガを購入。最後に、雷属性を強化するための、イカ女子のロッドを2つ購入したら、お買い物タイム終了です。今回は、イストリーの滝を攻略します。入り口を守っているガーゴイルですが、ここは壁抜けで、戦闘を回避できます。58戦目、赤い人。次元の狭間のモンスター軍団の先頭に立っていたリーダー格。強い。絶対に強い。58戦目、リヴァイアさん。3ターン目から、タイダルウェーブを使い始める。リフレク反射不可、サンゴの指輪がなければ死亡不可避。たとえサンゴの指輪があっても、アクアブレスは無属性なので、普通に死ぬ。魔法攻撃には、タイダルウェーブで、魔法攻撃以外には、麻痺効果の巻き付きで反撃。行動パターンや耐性に穴がなく、絡め手が使えない。間違いなく、本攻略最強の敵。敵の初撃は、小人ナイトのラクタロウが盾で防いでくれることを祈ります。クルルは、アリスにヘイストをかけます。アリスはモノマネし、アビリティ3枠の構成は、分身、調合、アイテムです。まずは分身を使用して、自身に分身を2体貼ります。ラクタロウは守りを使用して、カバう守りの布陣。以降はしばらくの間、レナ、クルル、アリスの3人で、サムソンパワーを使い、アリスのレベルを上げます。リヴァイアさんの2回目の攻撃を防いだら、ラクタロウはイージスの盾を外してから守りを選択します。レナは、リヴァイアさんの弱点属性であるサンザガで攻撃。これ以降、余計な行動は厳禁です。防御やチェンジすら NG です。リヴァイアさんは、3ターン目からタイダルウェーブを使い始めます。サンゴの指輪を装備しているファリス以外は、これで戦闘不能になります。アリスの番だったら、イージスの盾に持ち替えて、モノマネを使用します。直前行動が、レナのサンダガだったので、モノマネで、サンダガが発動します。サムソンパワーによるレベル上昇と、イカズチのロッドによる雷属性強化により、一発で約5000ダメージ出ます。アリス自身はサンダガを使えないので、あとはモノマネを連打するしかありません。アクアブレスを使われず、分身がすべて剥がされて殴られる前に、リヴァイアさんの HP を削り切れるよう祈ります。リヴァイアさんは魔法カウンターでタイダルウェーブを使ってくることがありますが、サンゴの指輪を装備していれば問題ありません。一方、イカズチのロッド使用によるサンザガは魔法攻撃以外の扱いになり、反撃の巻きつきで麻痺してしまうため、ロッド連打は使えません。ちなみに、レベル8のファリスが黒魔導士になった場合、最大 MP は63。一方、サンダガの消費 MP は25なので、普通に唱えていたら、サンダガは2回しか使えません。モノマネは、メテオ以外 MP を消費せずに使えるという特性があるため、低レベルでも、これだけが軽魔法を連発することができるわけです。今の尻尾で分身がなくなりました。次に物理を食らったらおしまいです。と、ギリギリのタイミングで撃破。テイク数は、13回でした。
リフレクトリングを 100% ドロップします。